磯辺せんべい磯辺せんべい。磯辺せんべいは、磯辺温泉の香泉水を使用して作った、薄焼きせんべい。温泉街は、温泉卵や温泉まんじゅうなど、香泉水を使った食べ物を名物とするところは多く、磯辺温泉では、磯辺せんべいが、名物菓子となっている。群馬県の特産品で、磯辺温泉街で、手焼き販売している店もある。店、商品によっていろなものがあるが、 小麦粉、砂糖を主原料に炭酸分を含む高泉水で練り上げ薄く焼いたせんべいが代表的。磯辺温泉の高泉水の炭酸岩油泉は日本有数であり飲んでも薬効があるとされる。これを含ませ練り焼き上げるとサクッとした歯ごたえに口の中では溶けるような軽い舌触りによって独特の風味が楽しめる。子供や病人にも食べやすいせんべいである。 形状は四角、丸型や半月型、一口サイズの小さいもの、等様々、せんべい生地に、抹茶や味噌、生姜や柚子、ごまや黒砂糖を加え味も幅広い。特に高度経済成長期以降は、洋菓子が流行し、チョコレートやクリームを使用する和洋折衷の工夫が行われている。磯部せんべいは1873年に、同地の維持、堀口健査により、 磯部温泉の高い効能が確かめられ、当時の県営政局により飲用や食品への加工が認められたことから始まる。さらにその後磯部温泉まで新越本線が開通し、土産物として磯部せんべいが考案されたとされる。なお、日本名家辞典には磯部せんべいは大手商店の製作品との記載がある。兵庫県の有馬温泉や宝塚温泉の炭酸せんべいと、 類似しているが、磯部せんべいの方が先に存在していた。群馬県では小麦の主要産地で粉食文化が根付いており、焼きまんじゅうやおっきり込みなどと同じく郷土料理の一つとなっている。ありがとうございます。